RNA ポリメラーゼ2による転写。ポリメラーゼは DNA 差を読み取り、RNA 差を合成する。RNA ポリメラーゼ2は複数のタンパク質からなる複合体で、真核生物の細胞核に存在する3つの RNA ポリメラーゼのうちの1つである。DNA の転写を触媒し、メッセンジャー RNA の線具体、スナナの大部分とミナを合成する。 12種類のサブユニットからなる550系だの複合体で真核生物の RNA ポリメラーゼのうちで最もよく研究が行われている。遺伝子の上流のプロモーターに結合して転写を開始するにはポリメラーゼの他に様々な転写因子が必要である。12のサブユニットから構成される出荷工母サッカロミセスセラビシの RNA ポリメラーゼ2 初期の研究からは、少なくとも2種類の RNA ポリメラーゼが存在することが示唆されており、一つは各固定でなお合成し、もう一つは核質で他の RNA を合成すると考えられていた。1969年、ロバート・ローダーとウィリアム・ジェラターはある種の RNA への転写を担う、さらに別の RNA ポリメラーゼが核質に存在することを、 決定的に示した。このことは、デアエセプデックスによるイオン交換クロマトグラフィーによって発見され、この技術によって RNA ポリメラーゼは I23 という3つの核分へと分離された。それぞれクロマトグラフィーカラムからの溶質の順序に、従って RNA ポリメラーゼ I23 と名付けられた。この発見によって核質に、 複数の酵素が存在することが示され、RNA ポリメラーゼ2と3が区別されることとなった。質が公母、サッカロミセスセラビシの RNA ポリメラーゼ2。RPB3 大々色、RPB11 キロ、RPB2 小麦色、RPB1 赤色、RPB6 桃色、残りの7つのサブユニットは灰色で示されている。 深核生物の RNA ポリメラーゼ2のコア酵素は転写圧性によって初めて生成された。生成されたコア酵素は10から12種類のサブユニットを含んでおり、特定のプロモーターを認識する能力は持たない。多くのサブユニット間相互作用が知られている。RPB3 は RNA ポリメラーゼ2の組み立てに関与している。 RPB2 と RPB3 のサブコンプレックスはサブユニットの合成の直後に出現する。この複合体はその後 RPB1 と相互作用する。RPB1 が複合体に取り込まれると RPB5 や RPB7 などの他のサブユニットが取り込まれる。RPB5 は RPB6 と RPB8 と結合し、 RPB3 は RPB10、RPB11、RPB12 を取り込む。RPB4 と RPB9 は複合体の大部分が組み立てられてから取り込まれる。RPB4 は RPB7 と複合体を形成する。RNA ポリメラーゼ2と α ア,アマニチンとの相互作用。RNA ポリメラーゼ2は アルファアマニチンや他のアマトキシンによって阻害される。アルファアマニチンは多くのキノコに存在する極めて毒性の高い物質である。キノコ毒は核 RNA ポリメラーゼに異なる影響を与える。ナップ I はこの物質に全く反応せず通常に機能し、ナップ3は軽度の感受性を示す。しかしナップ2はこの毒素によって完全に阻害される。 アルファアマニ、チンは RPB1 サブユニットのファンネル、クレフト、ブリッジアルファーヘリックスと呼ばれる領域と強く相互作用し阻害を行う。RNA ポリメラーゼ2ホロ酵素とは生細胞内でタンパク質をコードする遺伝子のプロモーターに呼び寄せられた RNA ポリメラーゼ2の一形態である。RNA ポリメラーゼ2と一群の基本転写因子、そして srb タンパク質と呼ばれる調節因子から構成される。組み立てられたホロ酵素の一部は転写開自然複合体と呼ばれる。それはこの組み立てが転写開始の前に遺伝子のプロモーター領域で起こるためである。メディエーター複合体は RNA ポリメラーゼ2と転写因子の間のブリッジとして機能する。RPB1 のシーマッタン領域は C 末端ドメインを形成する。RNA ポリメラーゼ2の CTD は、一般的には、t ルセールプロ THR セールプロ、セールのリピート配列からなり、最大52個のリピート配列から構成される。CTD は、RNA ポリメラーゼ2のコアから、RNA の出口となる、エグジットチャンネルへと伸び、RNA のプロセッシング装置の構成要素と、直接的、 間接的な相互作用を介して RNA のプロセッシング反応を誘導するために効率的な配置となっている。CTD は RNA ポリメラーゼ I や RNA ポリメラーゼ III には存在しない。CTD はトロント大学の CJE イングレスの研究室とジョンズホプキンズ大学の j コーデンの研究室においてそれぞれ酵母とマウスの r p p 1サブユニットを 高度する DNA の C 検ンングの過程で発見された。CTD には他のタンパク質がしばしば結合し、ポリメラーゼの活性を活性化する。このドメインは転写開示、RNA 転写産物へのごキャップの負荷、RNA スプライシングのためのスプライソソームの結合などに関与している。CTD ドメインのリン酸化 RNA ポリメラーゼ2は、 非リン酸化状態とリン酸化状態の2状態で存在する。2状態間の転換によって転写の異なる機能が促進される。CTD のリン酸化は6つの基本転写因子のうち1つ、トファイによって触媒される。トファイの機能の1つは転写開始部位の DNA の巻き戻しであり、もう1つはリン酸化である。転写開始前複合体に加わるのはイア型の RNA ポリメラーゼ2であり、このことは、基本転写因子とファイトのサブユニット TBP に、対し、EO 型は EO 型よりも高い神話性で結合する、ことから示唆される。EO 型は、RNA 差の伸長を促進する。伸長の開始は、トファイを介した、リピート配列の5番目のセリン残期のリン酸化によって、行われる。新たにリン酸化された、セールコは、 新生 r n a s の5末端へキャップを付加する酵素や酸末端のポリカブイのプロセッシングを行う因子をリクルートするリピート配列の2番目のセリン残機がリン酸化されると身長反応が活性化される身長を集結させるためには脱リン酸化が起こる必要がある CTD が完全に脱リン酸化されると RNA ポリメラーゼ2はリサイクルされ 他の転写開始部位で同様の過程を触媒する。DNA の酸化損傷は RNA ポリメラーゼ通による転写の障壁となり DNA 差の切断を引き起こす可能性がある。RNA を異型とした転写と関係した組み換え過程は DNA 損傷からの保護を行う可能性がある。細胞周期の G1、G0 期の間。 細胞は活発な転写領域内部の日本差、切断部位へ騒動組み換え因子を集合させる。この過程は、転写が RNA を異型とした騒動組み換えによる日本差、切断修復と協約しているようである。この修復過程では、RNA ポリメラーゼ2によって、活発に転写されている遺伝子内の日本差切断が効率的かつ正確に再結合される。 ありがとうございます。